安井さんお疲れ様です。メッセージありがとうございます。退職されるんですか、うん、もしかしたら新しい人生が待ってるかもしれないですね。私もね、思い出すんですよね、退職した時のこと。そして起業したんだけども全く仕事が入らなかったことね。いや本当にね、お金がなさすぎて途中でガードマンのアルバイト行ったり、カードローンをどん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 積みまして、多重債務者に一気になってしまったりとかね。まあその中でも私を支えてくれたのはなんかよくわかんない希望だったですね。それは忘れなかったかなと思います。まあとっても危険な希望の持ち方だったですよね。裏付けのない楽観論っていうのはまさにこのことなのかなと振り返るばかりでございますけども、男40代ね、そして50代に向かっていく、うん、そういう時にやっぱり若さっていうのかな、あの時の無抵抗さっていうのがいまいちなくなっちゃったような気もするんですよ。まあでも慎重に、うん、かつ大胆に挑戦する気持ちは忘れたくないなと思いますね。改めてよろしくお願いします。ありがとうございます。